2024年11月10日、この日は6選手が契約更改しました。今季15試合中に先発した玉村選手は1000万アップの2600万。4勝を挙げ防御率 2.96。完封未遂も含め2試合で完投。来季開幕ローテを期待したい存在だね。長いイニングもこなせるようになってきておるしな。さらに飛躍してくれそうじゃな。対照的に評価をされているのが遠藤選手。600万ダウンの1600万。22年には17先発していたものの、23年は8試合、今季は先発ゼロに終わった。登板数も3試合と少なく厳しい評価となったかな。80試合に出場した二俣選手は守備も評価されて700万アップで1200万。この日の練習試合では先制のツーランを放つなど打撃でも飛躍が期待されてる。来季のスタメン増加に期待したいね。増田選手は再度スローに変えて臨んだシーズンも10試合の登板にとどまり現状維持の1200万。田村選手は開幕スタメンをつかむも打撃で結果を残せず37試合で打率1割9分8厘。本命打0本に終わった。それでも終盤には安打を重ね300万アップの1000万に到達。期待値込みの査定となったみたい。来季で4年目じゃしな。結果を残してほしいじゃい。そんな田村選手と競っている中村隆弘選手は100万アップの800万。フェニックスリーグから好調そうだし来季の飛躍を楽しみにしたいかな。ということで、6選手の契約更改。でした。